狩り場は刈り取り時に作物の株元を切断します。摩耗や損傷した狩り場では狩り跡が見苦しくなります。また搬送姿勢が悪くなることで刈り取り部の詰まりの原因になります。点検では狩り場に摩耗や損傷がないかを確認します。また隙間ゲージを使用して狩り場と受け場の隙間を確認してください。 0.5 ミリ以上空いている場合はシム調整が必要です。シム調整で対応できない場合は交換が必要です。交換の目安はご覧の通りです。摩耗や損傷が激しい場合は使用時間にかかわらず早期に交換してください。交換時は久保田純正部品をご使用ください。